ブラック川はジャマイカで最も長い河川の一つ。長さは 53.4km あり、リオミンホ川が 92.8km の長さを持つことが確認されるまで、ブラック川はジャマイカ最長の河川であると考えられていた。黒い川を意味するブラック川という名称は、厚く堆積した植生由来の腐敗物のために川底が暗い色に見えることに由来する。 ブラック川が形成する低湿地では、100種以上の野鳥の存在が記録されている。ブラック川の水源は、コックピットカントリーであり、そこから地下水として流れた水が、コックピットカントリーの南辺に位置するシロアの北方で、氷出する。氷出した水流は、アップルトンエステートの砂糖キビ畑の間を緩やかに、蛇行してゆく。湾イ川は、上流で、 トレローニー教区とマンチェスター教区の境界となった、後で一旦消失するヘクターズ川の水流が、再び消失したもので、これが合流することでブラック川の水量が増す。マゴッティが近づくと、流速が増し、急流もあちこちで見られるようになる。マゴッティを過ぎると、川は、走路と、並行して流れ、いくつかの小さな滝を経て、アップルバレー公園のブラック川峡谷を流れ下る。 ニュートンを過ぎると、スミス川などいくつかの小さな支流が合流してアッパー出現となり、一帯にはイグサ類が繁茂する。エリム地区ではアフリカンパーチの一種が養殖されており、当地では繁殖力の高い魚種であることからジーザスフィッシュと称している。当地では廉閣化の鳥をジーザスバードと称するが、こちらはこの鳥が水生植物の葉の上を歩き回る様子が、 水面上を歩いているかのように見えることに由来する。アッパー出現とローワー出現の間にはラコビアとミドルクォーターズがある。ミドルクォーターズは地元でホットペッパーシュリンプと呼ばれているザリガニが有名である。ここで漁師たちが用いる罠はアフリカのニジェール川で見られるものと類似しており、これを作る技術は300年以上前に 奴隷たちがこの島に持ち込んだものである。ローワー出現は、水深の浅い三角港沼、マングローブなどからなり、多様な魚類、鳥類、その他の野生生物にとって豊かな生態系の環境が形成されており、ロブスター、マングローブスナッパー、スヌーク、ボラの類もいる。ここでは、支流の一つである YS 川が合流し、 カリブ海地域で最大規模の14,085エーカーに及ぶローワー湿原が形成されている。この沼地にはアメリカ湾にもいるが農地開発のための排水や観光客による巣の破壊などが主な原因となって生息域が縮小し個体数は減少している。鳥類ではシラサギなどサギのタグやミサゴなどがいる。ローワー湿原のマングローブの木々は時として 雲の足のような目を見張らんばかりの気根を伸ばしていたり、川の中で40フィートも根を伸ばしていたりする。ブラック川の河口は川の中らそう呼ばれているブラックリバーの町の東の外れに位置している。かつては上流で伐採した赤身の木の木がブラック川で河口の港まで流され、染料の原材料としてイングランドに輸出されていた。今日ではモーターボートに観光客を乗せて、 ブラックリバーの町からローアー出現の一部をめぐる遊覧が行われている。ありがとうございます。